からやってまいりました向瀬真一です。私は昨日、中国電力島根支店に対して原発の 再稼働2号機3号機の稼働について抗議の申し入れを行ってまいりました。で、中国電力が答えたのは安全の確保が最優先だということと合わせて住民の理解が必要だ、このことを、繰り返し何度も何度も確認しましたが、その2点は間違いないということを答えました。では住民の理解というふうになったときにどういうふうに判断すればいいのでしょうか。例えば島根県知事あるいは松江市長が認めればそれで住民の理解は得られた、地域の理解が得られたというふうに判断されるんでしょうか。今の島根県知事そして松江市長の態度は国の様子を伺う、こういう態度です。国がいいというふうに認めたのだから私たちもいいと認めます、おそらくこういうふうになってしまうのではないでしょうか。今度は参議院選挙も行われます。こうした選挙の中でも原発反対を訴えて即時原発ゼロを訴えてそして全力で頑張りたいと思います。皆さんのご支援お願いいたします。ありがとうございました。